どうも、赤ポニです。今回はステージ3の段階で受けられるお悩みセンターの依頼、アルバイト募集、メロメロケーキのレシピ、食べたいものの3つの攻略です。それでは早速いきましょう。まずはアルバイトの募集からいきます。依頼主は木の志コアとなってます。木の志コアはウーロン街にいるキャラなので、まずはそこまで移動ですね。闘技場に入りまして、また裏通りに入っていきます。最初に来た時にガノスがいたプロモーター室まで移動していくと、このね、扉が茶色い部屋になってます。中に入るとキノシコアがいるので会話をしていきます。ステージ3クリア後に初めて来た場合は、改めての選手登録となる別の会話イベントが入るんですが、終わったら話しかけることでお悩みセンターの依頼の話ができるようになります。会話が終わったら隣の部屋に移動します。で、この倉庫まで来ると選手のパンツが散らばっているので、これを全て回収していくと。2階の方まで散らばっているので、しっかり取り残しがないように回収していきます。といっても特に物陰に隠れているようなものはないので、見える分を集めるだけで大丈夫です。全部で20枚になりますね。で、回収が終わったら一旦隣のプロモーター室まで戻りまして、木の志コアと会話します。会話した後はゴロツキタウンまで戻っていくと。その上でデアールの館前にいるこの緑帽子のクリボーに話しかけると、選手のパンツを渡せるので全て渡していくと。全部渡し終わったらもう一度ウーロン街に移動しまして、キノシコアと会話することで依頼達成となります。報酬はコイン30枚になりますね。で、これでこの依頼は完了なんですが、この後の依頼でホットドッグが必要になるので、帰り際にこの左側のお店に寄って、で、ホットドッグを2本分買っておきます。ここで買っておかないとね、またここまで来ることになるので忘れないように注意ですね。次はメロメロケーキのレシピです。依頼主はサンデールですね。まずは花花村の村長の家があるエリアに行きまして、この一番右にある家に入ります。中に入るとキノベスというキャラがいるので話しかけていくと、そうするとメロメロケーキのレシピ情報を教えてもらうことができます。レシピを教えてもらった後はそのままサンデールのところに行くんではなくて、一旦ね、ゴロツキタウンの西エリアにある遊戯場まで移動します。この理由は、遊戯場の景品交換アイテムにお菓子の元があるので、これを手に入れるためですね。もしね、この時点ですでに2つ持っている場合は、この遊戯場の工程は省いてもらって大丈夫です。で、中に入りまして、この遊戯場で使える通貨モンテを持っていない場合はコインで交換をしておきます。必要な枚数は12枚になるので、手持ちに合わせて追加購入する必要があります。この後は奥のカウンターで会話をしまして、景品交換を選択ですね。そうするとお菓子の元があるので、これを2つ分交換しておきます。この依頼で使うのは1つなんですが、この後の別の依頼でもう1つ必要になるので、2つ分必要になってます。お菓子の元が手に入った後は、今度はサンデールのところまで移動するだけなんですけど、ここでナンシーの家に寄り道をしておくと後が楽になるので紹介しておきます。ナンシーの家はここですね。中に入ったら会話をしまして、さっき余分に交換したお菓子の素を1つ渡して料理をしてもらいます。そうするとムースケーキを作ってもらえるので、これを受け取っておくと。で、あとはサンデールに会いに行くだけなので、まずはフランクリ教授の家の前まで移動します。で、この土管から地下に移動ですね。そしたら右の方に移動しまして、この柵をペーパーモードで抜けて土管に入ります。そうすると奥の土管から出られるので、左に移動していくと。で、この家ですね。この中にいるのがサンデールとなってます。で、会話をしまして、話の流れでお菓子の元を渡せば依頼完了となります。報酬はコイン30枚となってます。
最後は食べたいものです。依頼主はフラワーさんですね。フラワーさんがいるのは花花村なので、まずはそこまで移動します。で、村長の家があるエリアの左側ですね。で、ここにいるのがフラワーさんなので会話をしていくと、そうするとホットドッグが食べたいという話になるので、さっき買っておいた1本をあげます。食べ終わるともう1本食べたいというので、もう1本あげていくと。で、ここで2本必要となるので、さっき2本分買っておいたというわけですね。で、食べ終わると今度は甘いものが食べたいと言ってくるので、ここでさっきナンシーに作っておいてもらったムースケーキを渡していきます。ここまでで依頼完了となりますね。報酬はドライフラワーとなってます。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。